皆さんこんにちは、ビューティフルカーズ洗車チャンネルの村上敦です。桃香です。今回はなんとですね、とある方のお車をいただくというような企画となっております。こちらでございます。ちょっと皆さん見覚えがある方もいるのではないかなと思うんですけれども、ちょっとこちらにお名前が入っております。圭一土屋って書いてある。書いてます。なんと土屋圭一さんの黒鉢でございます。このビューティフルカーズ埼玉いるまでやると、はい、ということになりました。桃香さんが決めちゃったと。はい、告知の動画ちょっと前に出させていただいたんですけど、土屋さんからのお祝いメッセージがあったんですけども、しかもこれなんか案件じゃなくて本当に受けたまわったんでしょ。本当に受けたまわりました。しかも、まあ、僕は教えましたけどね、桃香さんに。はい、まだ教わりきってないと。教わりきってはない。何を持ってきて何考えてるの。そうなんですよね。ちなみに僕は土屋圭一さんもう本当に子供の頃から大ファンで、はい、で僕もうレーサーに昔はなりたかったから、勉強してた、自動車整備の勉強してた短大で学校祭で土屋さんを呼んでもらって、どうやったらレーサーになれますか、どうやったらレーシングメカニックになれますかみたいな質問もさせていただいてたりしていた、はい、大好きな大好きな土屋さんの愛車を持ってきたと。はい、バカです。そうなんですね。しかも土屋さんは別に車きれいに乗りたい人じゃないじゃないですかって思うじゃないですか。だっていつもこうやってるよ。いいんだよね、いつもやってるから。いやいや、実はなんか最近車をきれいにすることに目覚められ始めたらしいです。土屋さん、マネージャーさんによると。土屋さんが、はい、67歳でそういう進化を遂げようとしてるの。そう車はやっぱきれいじゃないといけないということで。気づいたのかな。豆号もめちゃくちゃ今きれいにされてるらしいです。あの AE86 見てみてどう思いますか。だからまあビューティフルカーズってもともと新車から10年、うん、10年きれいに保ちましょうと。まあ、土屋さんのこの車の場合はね、11年経っても HKS で、エンジンチューンをされたと、はい。まあ、だからそうやって足回りとかもね、当然だからなんかその経年劣化した部分のパーツをね、足回りとかそういう物種類とかエンジンパーツとかも含めてしっかり変えていけば車というのは10年以上経っても長く乗れますよ。まあ、もちろんこうサビとかが出るような環境で保管してないでしょうからね、うんうん、だから車としては全然10年過ぎても好調だと思いますけど、まあ、普通の方はね、10年経つとそういうゴム部品とかが劣化してくる、ね、だって普通の人こんなエンジンに何十万もかけて直したりしないでしょ。だったら次買った方がいいじゃないですか。そうです、ね、だから新車から10年か11年間きれいに保って、11年ってちょうど車検だから そこら辺で変えたら良いでしょって言って、であんまりその中古車とかを磨きたくないって言ってるのはこういうことです。はい、はい、だからまあ受けちゃったからには、はい、出さなきゃよかったっては思われないように、はい、綺麗にします。はい、し今回は土屋さん側と話し合ってるのは桃香さんだし、はい、これは実は僕がメインというよりかは桃香さんがメインでやると、いい経験になるんじゃないんですかっていう。これ磨いた後だって富士のトヨタさんとスバルさんがやる富士スピードウェイでやるなんかそんな大体的なイベントに展示されるんでしょ。そうです。思いを形にするのは形にしてこそ責任を果たしたってことになるので、はい、もちろんでございます。頑張ってくださいっていう感じです。頑張ります。